北朝鮮に拉致された可能性があるとされている特定失踪者らの家族が集会で政府には拉致被害者と区別なく取り組んでもらいたいなどと訴えました。真実が示されるまで私たちは見本に会えるまで戦っていこうと思います。集会は東京都と特定失踪者問題調査会などの主催で行われ、特定失踪者67人の家族らが。 会場にに、に集ままったた。900人をを前に今の思いを次々に話しました拉致被害者の家族とともに集会に参加した石原都知事はこれは政治問題だとして政府は特定失踪者も含めた拉致問題にもっとしっかりと取り組むべきだと話しました。